今日は神戸の美味しいものをたくさん食べられるイベントをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。神戸地域の食べ物祭り、ね、はい、とっても美味しそうなお名前なんですけれども、どんなイベントですか？これはですね、神戸市西区で生産された農産物、まあ、それとお米とか野菜とか畜産物、それに果樹等を主原料にして、皆様方に喜んでいただける食べ物を作りたいなと。神戸は海と山に囲まれた町ということで皆様方に知られているんですけども、背景にある農村地帯、うん、はい、特には西区、北区というところは知られていない。で、神戸に美味しいものがたくさんある。特に神戸牛、それと神戸春菜という野菜があるということがまだまだ皆様方に知られていないということなので、それを PR していきたいなと。パンフレット拝見しますと、はい、ドーンと1万個の果物とお野菜のお寿司って書いてあったんですけど、あ、そうなんです。例えばどんなお寿司ですか？ナスを、はい、ゼリー状にして、シャリの上に乗せたり、トマトをまたゼリー状にして、シャリの上に乗せたり、はいはい、というふうで皆様方に楽しんでいただこうかなと思っております。そのメニューはシェフの方が考案されてるんですよね。そうですね、有名な方4人が考案していただいて、それで今回次を盛り上げてくださるということなので楽しみにしております。ちょっと創作寿司みたいな感じですね。そうですね、はいはい。あとフルーツパンチというのは、それはですね、先ほど言いましたように、西区の取れたブドウとか、はい、イチジクとか、梨とか、それにこれは果物もないんですけども、さつまいもとかを入れて、パンチを皆様方に提供していきたいと考えております。今旬の美味しいものがいっぱい入ってるっていうことですね。そうです、はいはい、一番美味しい時です。そうですね、はい。その他にもいっぱいイベントがあるみたいなんですけれども、はい、おすすめのものは何かありますか？そうですね、一つは今言いましたように1万個の野菜果物の寿司が一つと、それと1メーターの米粉のお好み焼き、暑い時期なんですけども、お好み焼きを作って、その返す豪快さを皆様に楽しんでいただこうかと。1メートルってこれぐらいですよね。そうです、これをバンって返すんですか？そうすごいですね。 その中にですね、今西区ではキャベツがないので、はい、今取れているモロヘイヤをキャベツの代わりに入れて、そのモロヘイヤの食味の美味しさを楽しんでいただければなと。なるほど、はい。他には何かありますか？それと京急グルメ、グルメとか言ってですね、はい、京急で何かと言われますかもしれませんけども、京は神戸の京なんです。あ、それで神戸の京で、神戸西で採れた野菜を使って大学生さんにいろいろとメニューを考えていただいて。なるほど、学生さん考案の。そう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 、それで子どもさんが、学生さん、小学生さんが喜んで食べていただけるというような、うんうん、料理を丼ですね、作っていただこうかなと思っております。なんかステージイベントもたくさんあるということで、はい、私は梨の皮むき大会っていうのがすごく気になったんですけど、はい、あれはどんなことをされるんですか？それは長く一つの梨で、できるだけ長の切れないように、ある一定の時間内で長く皮を剥いていただけると、はい、剥いていただくということで競争していただいて、その梨の美味しさも一緒に堪能していただければなと考えております。それは優勝すると何か賞品がもらえるんですか？そうです、西区で採れたお米とか、いろいろと豪華な賞品を用意しております。それは頑張らないと、はい、そう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 。あと出店もたくさん出ると聞きました。いろいろとこういう風にして食べたら美味しいよというような提案もしていただいて、はいはい、皆様方に試食していただこうかな。なるほど。じゃあ生産者の方が一番こうお野菜の美味しさとかをよく知ってらっしゃる方が作られるメニューということなんですね。そうです。やっぱりお買い物するだけでこう生産者の顔がわからないままではなくて、もう実際にこう作ってらっしゃる場所とかその人とかを見て一緒にこう触れ合うっていうことがこう食べるための安心につながるのかもしれないですね。そのために、ね、その一つとして生産現場にもその当日、はい、バスツアーを出していただいて、そうなんですか、行っていただこうかなという企画もあります。どんなところで生産されているのかなというところを見ていただければなということも考えております。いらっしゃってくださる皆さんへの、はい、どんなふうに楽しんでいただきたいと思ってらっしゃいますか？まず一つは手伝っていただくことが一番楽しい。そう、野菜を触って、はい、
自分の手で触っていただいて、それで自分の手で作っていただいて、この旬の野菜はこういうだけ美味しいんですよと、地元にもこういう野菜がたくさんあるんですよということを我々としては PR したいし、消費者の方にはそういうこと、野菜があるんやということを知っていただきたい。まだ旬菜、神戸旬菜というのがなかなか皆様方に知られていないので、神戸市の方にも知られていないので、それを知っていただいて地産地消を進めていければなと考えております。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。来週はフルーツフラワーパークでフルーツ狩りの話題をお届けいたします。お楽しみに。